セシリー・フォン・ジー・イゲザーは、アメリカ合衆国の小説家。ニューヨーク・マンハッタン区の私立高校卒業。2002年、ティーン向け小説、ゴシップガール私生活を描き出した、ゴシップガールが、米英で大ヒットし大物作家の仲間入りを果たす。現在、同シリーズはアメリカで続編が12巻目に突入している。日本でも人気の作品であり、セシリー・ VZ ゼットの表記で、 現在11巻目まで出版されている。日本語版の翻訳はキューティブロンド等を翻訳した鹿田雅美。そして出版はソニーマガジンズによってなされている。その他にもイットガール等を表している。ニューヨークマンハッタンにてドイツ貴族に起源を持つ家系に生まれる。子供の頃の夢はバレリーナで3歳でレッスンを始め、8歳でニューヨークシティバレエ団と提携する。 スクール・オブ・アメリカン・バレエのオーディションを受けたが、不合格であった。10代の頃は、マンハッタンの私立女子高校、ナイチンゲール・バムフォード高校へ通っていた。卒業後は、コルビー大学へ進学。その後は、ブダペストの地方ラジオ局に1年間勤務した。アリゾナ大学で、クリエイティブ・ライティングを学ぶために帰国したが、ほどなくして中退した。現在は、 夫と子供と共に、ブルックリンクに暮らしており、猫を2匹飼っている。このシリーズは、ジー・ゲザーの提案のもと、ゴーストライターが執筆している。ザイット・ガール・ノートリアス・レックレス・アン・フォゲッタブル・ラッキー、テンプテッド・インファーマス・アドワード・デビアス・クラシックこのシリーズは、ゴーストライターのアナベル・ベストリが執筆しているが、背表紙と表紙には、ジー・ゲザーの名が書かれている。ゴシップガール ザ・カ・ー・ライルズ・ユー・ジャスト・キャント、ゲット・イナフ・テイク、エイ・チャンス・オン・メラブ・ザ・アン・ユー・ア・ウィズ。ありがとうございます。